嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。始まってます。もう言わへんねや。そろそろちゃんと言うみたいな。あ、その感じがもううざい。ええやん。で今日も都市伝説に詳しい変な人います。イレギュラーすぎるわマジで。イレギュラーさんです。顔面イレギュラー。さすがイレギュラーね。今日はまたね暗い雰囲気でやってる。暗いということでね。トイザーラスの都市伝説ですか。もうトイザーラス。今日は呪われた映画、まあそういういわくつきの映画をちょっと喋ろうと思うんですけど、まあその前にねある言葉を知っているかどうか皆さんに聞きたいです。このぐらい水の底から。ああ、それ怖いね。まあそういうことじゃないんですね。ポルターガイストって知ってるわ。ホラー系 YouTuber を舐めるな。いやでもさ、魔法カードゾーンからこう1枚レグラに加えるやつ。いやでもね冷たいな。ポルターガイストとは言っても詳しいあれは知らないと思うんですよね。勝手に動いたり家が勝手になったり、場合によってはね勝手に燃え出すみたいな。そんなのもある。寝てる間に勝手に燃えてこうなった。いやなってないですよ。ポルターガイストさんすげえよ。焼けたその果てじゃないからね私。ポルターガイストってね英語だと思ってるでしょ。スペイン語です。フランス語です。ドイツ語です。あ、そうドイツ語です。ポルターが騒ぐで、ガイストが霊っていう意味なんですね。だから日本語で訳すと、うるさい霊みたいな、こんな感じで訳したりするんですけれども、ポルターガイストって何が原因で起きると思いますか？いろんな説があるんですよ。やっぱ霊が起こってるんじゃないですか、うん、そう、まあそれが一つ目。あとは家がだんだん歪んできてみたいな。自然現象。そうそう。ちょっと興味深いのが三つ目で。子供が原因っていうね。しかも女の子が原因。子供って大人にはない不思議な力があるって信じられてて、大人に比べると情緒不安定な要素があるというか、そっから不思議な力が発せられて起きるんです。何そのふわっとしたやつ。だからポルターガイストが起きる状況って子供がいる場合が多いの。で結構これふざけた話だけど、学者が一生懸命調べて原因は子供ですみたいな。またさらに面白いエピソードがあって、江戸時代にもポルターガイストがあったって言われてて。そうで、江戸時代のやめます江戸時代で古今雑談思い出草子っていう文献がありまして、そこに記されてる内容で面白いのがあったから言います。ある役人が何よ、ある役人がね、その女の子を下働きとして雇ったと。でそしたらその子を雇った日から、まあ、茶碗が勝手に宙を浮いたとか、なんかそういう現象が日を追うごとにだんだんエスカレートしていって、最終的に屋根から岩をドーンって落としたみたいな、もうそんな音がこう毎日鳴るようになってると。これに困った役人さん、あーどうしようかなーと思って、でそしたらある老人がやってきて、でその老人がその女の子を解雇しなさい。ストマックちゃん、大食いの限界の時に出る僕のスマックちゃんじゃないです。その女の子を解雇して村に帰らせなさいっていうわけで、その女の子を帰らせた途端に現象がピタッて止まった。そうだから子供がポルターガイストの原因っていうのは結構信憑性があるんですよ。それ何古今雑談思い出草子くぶすかできない。それで笑ってたんですよ。どこまで調べて。でもね、日本ではポルターガイストってそれまであんまり流行ってなくて、まあそうなんだけども、1982年にある映画が公開されて日本でもこう有名になったんだよね。その映画の名前というのがポルターガイスト。あ、まんまやね。ポルターガイストとはアメリカのある平凡な一家を襲う怪奇現象を描いたホラー映画である。スティーブン・スピルバーグ脚本、トビー・フーパー監督で撮影され、映画は大ヒットし、骸骨が埋められたプールシーンなど衝撃的な内容で何百万という観客に恐怖を植え付けた。これがもうめちゃめちゃ人気になって、興行収入約100億円までいったと。興行収入、興行収入ですね。これの簡単なストーリーをちょっと言うね。キャロット・アンっていう女の子がテレビの前で砂嵐をこうボーッと見てるんですよ。その砂嵐のテレビとだんだん会話するようになるんですね。それをきっかけに、まあ、いわゆるポルターガイストがめちゃめちゃ起きていると。で最終的にこの女の子が霊界へと連れ去られてしまうという映画なわけなんです。なんとこの霊界へと連れ去られてしまうということが、なんと現実でも似たようなことが起きてしまう。まあどういうことかというと、これを公開してからこのポルターガイストの俳優さんとか女優さんとかに次々と不幸が降りかかっていったっていう。はあ、なるほど。
さっきからやばくないですか。めっちゃ音激しいよ。負けじとポルターガイスト越し。いやいやいや、ちょっとめちゃめちゃ怖いやんけ。まあ端的に言ってしまうと、次々と亡くなっていったんですよ。何人かいるんで、ちょっとそれを挙げていきます。一人目がですね、はい、一家の長女役を演じましたドミニク・ダンという女優さんなんだけど、この人が映画公開から数週間後に家のドア出て、もう元恋人に刺されて殺害されてし、まあたまたま起きたのかもしれないじゃないですか、うん、で、二人目がポルターガイスト2に出てたジュリアン・ベックという俳優さんが胃のガンで亡くなってしまったんですね。もうすぐポルターガイスト2が出て数週間後に亡くなってしまったんですね。あ、まだまだありまして、またポルターガイスト2に出てた人でウィル・サンプソンっていう俳優さん、この人もガンで亡くなってしまったんですねまあでもこの人の場合はね、そのポルターガイスト2が出てから2年後なんだけどね。今度はポルターガイスト1に出てた人でルー・ペリーマン、この人は KO で出てきて間もない若い男、この人に酔っ払って斧でめった刺しにされて殺害されてしまったと。これでちょっとあれってなるじゃないですか。で、まだありまして、ポルターガイスト2の監督のブライアン・ギブソン監督っていて、この人がガンではないんだけど、またなんか腫瘍の病気かなんかできて、それで亡くなってしまった。さすがにもう偶然とは言えないじゃん。5人ですからね、これで。ただまだここで終わるわけではありません。先ほど言いました砂嵐で見てた女の子、キャロル・アーンを演じていました、はい、ヘザー・オルークという女の子ですよ。この子が12歳という若さで病気で亡くなってしまったんですね。この子に関してはそのポルターガイスト1、2、3全部出てて、3の公開の直前ぐらいで亡くなってしまったんですよ。もういいよしかもこうポルターガイスト3ができてたんだけど、その直前で亡くなってしまったから3だけ名前がポルターガイスト亡き少女に捧ぐっていうサブタイトルがついてる、これだけ、じゃあなんでこんなに不幸が立て続けに起こってしまったのかってい う, そう有力な説がね2つあるんで、まず1つ目っていうのがお祓いをしなかったっていう。ホラーは絶対するっていうそうそう、呪怨の都市伝説で俺らやったけど、ホラー映画って大体ね、撮影が終わったら撮影場所にちゃんとお祓いをして、何も自分たちに悪いこと起きませんようにみたいな、それをする。でもこれは怠ってしまったと。でも実際今ほとんどの映画関係の人がやってるだけでぼちぼちやらない人っているわけよ。だからこれが原因かっていうのはちょっと苦しいというか。問題は2つ目なんですよ。ポルターガイストっていう映画は泥のプールで大量の骸骨に囲まれるみたいなシーンがめちゃめちゃ特徴的なのね。その大量の骸骨っていうのが人骨なんですよ。本物の人間の骨を使ってるんですよ。なんで骨を使ったと思いますか。リアル感です、うん、あ、まあ大体それぐらいしか思いつかないよね。でもね、リアリティ出すだけじゃないのよ。なんでかって言ったら安上がりでやりたかったから。本物のは安い。そう、プラスチックより本物の人骨使った方が安いらしい。使い道がほぼないから安いんじゃないかな。誰の骨なんだ。だから0円コスパ最強みたいな。めちゃめちゃ安い。呪われるわこのトピー監督っていうのは悪魔の生贄っていう映画を作ってて、この映画でも本物の人骨を使っていたらしい。あれやばい映画だよ。だって人のなんか皮膚とか被ってるみたいな。ネズミ皮膚も本物かもしれません。それはやばい。スピルバーグは当時から結構有名な監督で、トピー監督が悪魔の生贄を作ってて、これに感動したから一緒にやろうぜっていうことになった。だから多分こっちの監督の方がやばいんだよね。だからその前作から本物の人骨を使ってしまってるから。何もないの、トピー監督は。あ、ガイないです。なんでね。この映画で12歳の子がテレビと独り言をするみたいなシーンがあるって言ったじゃん。で、霊界へ連れ去られてしまうっていう設定なんだけど、テレビの向こう側で助けを求めるシーンみたいなのがあるのよね。だからそのシーンがあることから、ファンの間ではもしかしたらまだ生きていて、あの世から未だに助けを求めてるかもしれないみたいな話も結構盛り上がってるわけよ。テレビに閉じ込められるシーンみたいなのがあって、テレビの向こう側から助けを求めるシーンみたいなのがあって、こっちがあるからファンの間じゃ、ここでも、何言ってるんだろう。まあ言うてみたら映画の中で閉じ込められてるから、そうそうそう、この現実世界でも閉じ込められてて、そこから助けを求めてるんじゃないかっていう。バカじゃねえの。死んでるっていう報道あっただろ。でもなんかそういうので盛り上がってるよ。いいよ、亡くなって2月1日に亡くなったんですよ。はい。でかすぎん。やばいやばいよ。2月1日、バカじゃん。2月1日にテレビで砂嵐をずっと見てたら、あの世から声が聞こえてくるかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。止めないです。あとで契約書書いとくんで。
サインしてもらって、なんでやねん、したらもう引き物になってます。なんで引き物なん。いやでもね、やっぱこういう話多いっすね。このぐらい水の底からとかも結構やばいやつ。やばい。ラジオで聞こえたんだよね、スみたいな予告編でしょ。そうそうそう、なんか宣伝用のラジオでスって聞こえたらしい。我々の身にも何か起こるかもしれません。私はもう怒っているんです。